ただいまに本日の代打の試合、アーチャンズヘビー級オープン戦を行います。赤コーナー、応援してくれる家族や友達、そして自分のために頑張ります。福岡ヘビー組所属、本日が親父ファイトデビュー戦。タッコはワシントン選手、ユナイテッドステイツフォーム、ミスターホーキューン。青コーナー、キングスジム所属、こちらも親父ファイト、本日がデビュー戦。移動します。福岡日本タネスト、中村ジャッジ、ただこの村小田ラフィー、相川博之。ジャッジ、ただいまの試合、レフリー相川博之が2度目のダウンで試合をストップしたタイムは1ラウンド34秒、ノックアウトになりまして勝者、青コーナー、中村信成。ヘビー級、このしかも R30 のカテゴリーに結構強い人がいますが、タイトルとかやりたくなりますか？はい、わかります、ちなみにですね、その人の強いというのは、日本の現状親父ファイトのスーパーミドルの、チャンピオンになったりします。なんですが、ヘビー級でこの前試合をやって勝っているので、来年やっぱりヘビー級でタイトルマッチが、なんとヘビー級のタイトルマッチが親父ファイトに組めるのかなと思ってますが、頑張っちゃいました。しっかりちょっと練習します。はい、ナンバーの宣言が出ました。では会場の皆様にいつものお願いします。応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。体力面でかなり心配があったので最初飛ばしてきました。本当に、ありがとうございました。見事勝利。